はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。江本と申します。では今回もね、ペーパーマリオカラースプラッシュパート25ですかね、やっていきたいと思います。で、前回はマッキーコロシアムを少し探索して、なんかいっぱい敵が出てきて、なんか裏探索しようと思ってその前でやめたんでしたよね。さあ早速、なんか控室っていうか、なんか裏のステージ行きましょう。なんかね、カードも補充したんでね、ちょっとお金が減ってまーす。ということでね。あれ、やばいですよ、あの敵の量。はい、絡まれないように。はーい。こんにちは。色抜けしてるとこはなさそうですね。オッケー。さあ、やっていきましょう。これ、入れるってことは絶対なんかありますよね。なんもないわけがないじゃないの。読む。スタンド3回。あー、やっぱり色抜けがあります。色抜けがあるだけってことはないでしょ。危ない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 でしょうが。ブロッサンですか。ブロッサン強いからな。ファイヤーフラワーと、ファイヤーフラワーと何で行きましょうか。バネジャンぐらいで行きましょうか。オッケー。ほら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 、エクセレント。はい、死亡。ファイヤーフラワー強。はい、パーフェクトボーナス、イエーイ。パウブロック。モロハンかける5、これ何？ん？こっち行けないの？あれ、叩きたいけど、まあ、一回無視しましょう。うわ、コロシアムの外側に出た。お、さすがマリオ。ペラペラ壁歩きの術だね。忍者みたいでかっこいい。痛い。何あれ、チョロボンでしたっけ。チョロボンは何で倒そっかな。ハンマーかける2とボロジャンで殺そう。はい、オッケー。ナイス、ミス。グレート。234、あ、ミスった。まあいい。1234、エクセレント。はい、パーフェクトボーナス、イエーイ。あ、危ない危ない危ない。ほら、危ね。いや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 、ややーぶ。ち、歩けるだけか。危ね。叩きてえな。危ね危ね危ね。もらえるものだけもらう。ジャンプ通過。オッケーオッケー。色抜けもないし、オッケーオッケー。こっちからかな、行くの多分。話す。壁自体なんて怖くて歩けないし、根性なしで結構。ハートがあるな。まあ、取りましょうか。で、こっから入って、何？ハンマーかける2。渡れねえのかい。向こう行かないといけないのね。オッケー。避けるのむずくね、これ。おりゃおりゃ、馬を。あぶねえ、あぶねえ。え、これ落ちるでしょ絶対。まあいいや。
こっち行こうと。こんにちは。あ、こいつ敵じゃねえのかよ。ここ3階さえ、ここリルバー2階だよ。ジャンプカード、スタンド2階。いや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 、来なくていいよ、来なくていいよ。いやいやいや、危ねえ危ねえ。いや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 、危ない危ない。オラ、なになに、はぁ、とりあえず OK、ナイス、やば、オーケー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 、おー、ワンナップ記録オーケー、ポイン、バネジャンかける通貨、2階へ切って、別に何もねえな、何もないな。こっちかな、こっちは何かありそうか。あぶねえあぶねえ。あ、こっちからあれで叩かないといけないってこと、なんか展開ブロックがありますね。オッケーオッケー、展開ブロックか、展開ブロックどっかあったっけ。あー、来るな来るな来るな、来なくていい来なくていい。こんにちは、展開ブロックがどっかにあるはず。これ急いで渡らないと鳥に刺さるってことで、あれですよね、おそらく。オーケー、色抜きはちゃんとしっかり塗ろう、なるべく。これやっぱ向こうからじゃないといけないけ、こっちからいけないの、やり直ししましょう。はい、今度こそ行こう。オッケーオッケー、チュ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 、間に合うか間に合うか、危ない危ない危ない。 OK、 で足場出てきますよね、多分出てた出てた。これで向こう行けますよ。 OK、 ほんと謎解きいっぱいですね。あー、来なくていいよ。あ、逃げる。さて行きましょう、壁伝い歩き、こうぴょんぴょんしながら行きましょう。うさぎちゃんのごとく、これあれがあるだけ。オッケー、何、バネジャンピコパンか、別に何もないか。これも叩いただけですから何もないですよね。じゃあ行きましょう。ほら、オッケーオッケー、で、いけないから、ここ入って、一回行くんですかね、こっから。あっちあっち。
タンド1階裏側行けるね。こいつは敵か、敵か。まあインク塗るのに、インクっていうかペンキ塗るのに邪魔だから仕方ない。兵法か、兵法ごとき後半1個で多分倒せるでしょ。 OK、 あーミスった。 OK、 倒せんのかよ、もうクソが。ハンマー2個で行こう、ハンマー2個。ナイス、はい、オッケー。ピコハン弱えな。うん、またアクシデント。グレイト、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 オッケー、イエー。おー、でっかいインクが、デカハンで、ハンマーが出てくると、こっち行くのが正しいのかな。別に何もねえよな。でもここって渡ったような気がするんですが、あー来なくていい、来なくていい、危ない危ない危ない、いや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 、来なくていいって言ったのに。もうなんかいっぱいおるな。敵キャラ使おうかな。トゲドロとか使って、でハンマー1個ぐらい置いておこう。 OK、よし。で、残ったやつをハンマーで飛ばす。オッケー、完璧、パーフェクトボーナス、イエーイ。この野郎、オッケー。なんもないのこれ。これなんか間おかしくね。間なんもねえのか。あった、やっぱり。やっぱりね、あや、でか次々ジャンプゲット。やっぱりあったか。怪しいと思ったよね。とりあえず裏行きましょうか。別に何もないね。オッケー、じゃあ行きましょう。これを渡っていくのか、むずっ。とと、あー危ない。うん、濡れてるのか、オッケー。やってったら、こんなすげえ試合さ見えて、田舎帰ってみんなに自慢するんだよ。そうなんですか。ここは都会なんですね、じゃあ。田舎から来てってことは。アイアーフラワー。何これ。何これ。取れへんよ。取れないよ。まあいいや。あー落ちちゃった。あー
前たちしっかりしろ、どこに置いたか思い出せ。あっちいる、なんもないね。なんか絞る、何これ、あれ何、栓抜きですか、これ。イエーイ、栓抜きをゲット。瓶に栓をしている蓋に引っ掛け、テコの原理で一気に引き剥がす。ん、さらに何かあるの。お、何これ、ピンセット、これ何これ。まあいいや、絞らせてもらおう。そのうち使うでしょ。アイスピック、氷をグラスに入れるのを加工するので先端が鋭く尖って。なるほど、こんにちは。いいでしょう、いいだろう、いいだろう、どうだ、いいだろう。ここに繋がってると。でアイスフラワーと体力も回復。うん、ここ落ちた方がいいってこと。あぶね、あーべ、こっちへ降りてみましょう。ではあらあら、早く進んで、マリオさん、あれこっちからは越えれるよと。お、戦士控え室の裏は声が聞こえて楽しいよな。そうですね、これは濡れないよね。濡れないね、オッケー。こういう石とかね、中に白いのがありそうな気がするよね、色抜けが。お、僕たち色変異の大ファンなんです。デビューの前から目をつけて、これが本当のおかげです。なるほど、のこのこさんは、あー、勇ましい掛け声、バトル祭りぜひ頑張ってほしいです。でさ、めちゃくちゃビーって買いまで走ってた。その後どうしたと思う？なんと突然前に置いてあった箱を攻撃し始めたんだよ。何あれ、現実逃避？ウケる、パニック起こしすぎでしょ。箱と戦ってどうすんだよ。ウケる、同じことしか言わないのか。じゃあ行きましょう。はいはい、分かった分かった。お、セーブポイントがある。じゃあセーブしましょう。何、なんかあるのか。この中入れそうですね。入りましょう。こんにちは。あ、マリオさん。大々他人の発掘現場から盗まれたものがコロコロシラに運ばれたの情報があり、我々は潜入調査の末盗まれたものを取り返すことに成功いたしました。じゃーん。こちらマリオさんにとってとっても大事なものだと聞いております。さあどうぞ張り切ってお絞りください。はい、ではいただきます。いただきまゆゆー。なんと素晴らしい勝利、感動しました。ということで、イエローレス中隊、隊員番号2から4番、キロピオです。隊長とはぐれたため、一旦彩りタウンの本部に戻ります。はい。破壊していった。お願いします。任務、頑張ってください。私も頑張るぜ。私も。リトルペンキスター、っていうか、ペンキスター集め頑張るぜ。こんにちは。これで入れるようになったわけですね。で、こっちからも戻れないと。OK。じゃあ、戦闘しましょうか。うん。はーい。やばいですよね。で、この箱、この箱なんやろ。壊してみよう。おい、なんですかあの光るものは。この光るものなんですか。これで倒せるんじゃないんですか。おらおら、ゲ、マリオスターをゲットだ。ハイパー無敵タイムの始まり。オラオラオラ、どこへ逃げるんじゃ。オラ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 オ
せえ黙れ。あはお見事、さすがはマリオ。さてそれでは会場の皆さん、お待たせいたしました。本日のメインイベント、黄色のビッグペンキスターをかけてスペシャルゲストのマリオがチャンピオンと本気でいただく。それではチャンピオンの入場です。多分なんかボス戦であの3つのどれか絶対使うんでしょうね。イディが来ましたよ。イディにイディアリーみたいな。はい、オッケーです。何あれ、ワンワンがいますね。あー驚いた。チャンピオンとは何を隠そう、このボクちゃんなのです。あー、ボス戦やってきました。まあボスも倒しちゃいましょうか。倒せればいいですけどね。そんなわけでボクちゃんイディよろしくです。まずは軽く小手調べ。ほらかかってきた。お、いいのか、そんな余裕ぶっこいて。よっしゃ、もう攻撃しまくりましょう。何でいこっかな。ファイヤーフロア強そうです。ファイヤーフローにデカハンでいきましょう。オッケー、ほら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 、エクセレント。お、結構効いてますね。デカハングレート。お、まあまあ効きましたね。ほらガード、ガードで8か。お、まだそのまま来てくれんの、ありがてえ。何が強いんですかね。デカピコハンぐらいで殺そうか。デカピコハンにもデカハンでぶっ殺してやる。ほら、グレート、エクセレント、ベーン、グレート。まあやるね。もう今年はこれくらいでよ、結構痛かったし。よし、お前たちチャリオットの怖さ教えてあげちゃっていいよ。さあさあマリオどうする。どうするって、トゲ帽子かぶってキノコでも取りましょうか。オッケー、キノコ、イエーイ、回復。いた、痛い、危ない。あーどうしたの、スペダでしょ、マリオちゃん。ここでボクちゃんも加わってチャリオットで全員一列勢ぞろい。なんか使うんでしょう、ここで。何かね、マリオさんにとって大切なものって言ったらこれ使ってみましょうか。骨だ、イエーイ、はーい。おりゃワンワン、おちびちゃん、おちびちゃん、おー、おちびちゃん、さすがおちびちゃん。ワン、チャリオットがボクちゃん大ピンチ。ほら、いった、遅かったか。よっしゃ、もうこれでとどめさせちゃいましょう。うん、でかいのねえの、でかいの、でかいの、ファイヤーフラワーに、お、デカジャンで攻撃しましょう。オッケー、ほら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 、エクセレント。よし、終わってる。よし、デカジャンでさよならだ、さよならだ、さよなら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 、イエーイ、ボス戦勝利、イエーイ。
あは、なんと残念ながら僕ちゃん破れてしまいました。仕方ないから約束通り黄色のビッグペンキスターをあげるよ。以上これにてバトル祭り終わりです。あはははは、あー。え？イギーに代わらず私、ヘオがアナウンスを担当します。なんとなんとバトル祭り制したのはマリオ！新たなるチャンピオンの誕生です。イェーイ。ありがとう、ありがとう、みんな。スタンドから大きな声援が送られます。おめでとう、マリオ。おめでとう、チャンピオン。お、これで、ビッグペンキスター。黄色のビッグペンキスターがゲットできるんですね。堂々とお立ちください。おめでとう、マリオ、チャンピオン。超豪華商品の大ペンキスターいただこう。はーい。まあ、この箱こうはそう。何かな？インク？お、カードか。デカコピコハンマーか。これは何？インクか。これは？お、デカハンか。で、以上かな。なんだよ、スターあったのかよ。気づかねー。やっぱり何でも壊してみることが大事ですね。やっぱそこまで鬼畜じゃなかったですね。イェイイェイ。さーて、じゃあビッグペンキスター叩かせていただきましょう。ビッグペンキスターゲット。これでどっか開くんですかね。お、マッキーコルシャ色気100バーになりましたね、しかも。コインのとこですかね。ぽくないですか、多分。黄色なんでね、コインですからね。ですね、コインのとこがいけるようになったんですね。で黄色のビッグペンキスターも彩りの泉に戻っていったぞ。マリオ、そしてペンキー、助けてくれてありがとう。私は黄色のビッグペンキスター。私の記憶は赤のビッグペンキスターの記憶のほんの少し前の出来事。黒いクッパが私たちを放り投げる前、一方でクッパ軍団は木のぴよさんが、あ、あれはカメックさんが送ってった手紙だったということがここで分かったんですね。まあおそらくクッパ軍団が仕業かなっていうのをうすうすは気づいてました。やはりそうでしたっていうか確信になりましたね。橋が、あーみたいな。なんと真っ白に色抜けしたキノピオを手紙にしてマリオたちを送ったのクッパ軍団のやつらだったのか。きっとピーチームさんのため手紙で色タウンを浮き寄せたんだ。よし、この調子でビッグペンキーさんとにその記憶をつなぎ合わせれば黒いクッパなども徐々に明らかになるはずだ。はい、ではそろそろ黄色のビッグペンキスターの帰還を祝ってみんなで踊ろう。チュ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 、何、砂漠？踊る色ドゥ、色ドゥーリー。コインですね、デカコイン。隊長ですかね、隊長っていうかあれ、おちびちゃんのあれ、教授ですかね。おちびちゃんがいますね。ね、一回殺されましたけど。HP マックスアップ。お、これで100になりましたね。OK。じゃあ、今回はこの辺りで終わりましょうかね。はい。お、なんかじゃんけん仮面出てきましたね。次回どうします？またじゃんけんパートにします？じゃあ次回なんかじゃんけん仮面現れたんで、なんかじゃんけん仮面倒しましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしければお願いいたします。失礼いたします。